どっち？こっちこっちこっち。なんで嫌がってる？いいじゃん、嫌がってないけど。いいじゃないか。タッ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 。せーの。隔週ミュージアム。はい、というわけで始まりました隔週ミュージアム。この番組は北海道で活動するダンスボーカルグループミリジアンがお届けする30分番組です。今日もね、30分間よろしくお願いします。 Yes! どうぞよろしくお願いいたします。はい、さあ、司会進行の岡田直樹です。どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。アナウンサー6月6日木曜日でございます。聞いてないよこれ。どうぞ今夜も最後までお付き合いください。え、なんか悲しいことあったの？喪服？喪服ですか？いや、なんかこうさ、みんなが違うんですよ。あの皆さんが、はい、あのビリジアンのね、うん、皆さんが、うん、あの僕のことをあのローカル局のアナウンサーっぽいっていうか。ローカル局なんだそこは。そこはでも九時で働けると思うなよ。本社では勤められない感じ。確かに。あくまでも地方に甘んじてるタイプのアナウンサーに似てるって言うから、うん、こんな格好してきました。いや、いいね。もう朝来てびっくりしたもんね。いきなりスーツだからなんかお葬式かなと思って。いやお葬式行った帰りみたいな。いや、そんなことないですよ。でも髪の毛もピシッとして、そうですね、うん、ちょっとアナウンサーっぽく。誰っぽいんだっけ、誰っぽいんだっけ、自分でさっき言ってたじゃん。 TBS 安住アナウンサーをイメージしました。はい、言い過ぎ。それはなって言われてる。カメラの向こうからもそれはなってみんなで言われてる。はい、まあまあ、だけどね、とにかくですよ、まあ久しぶりの隔週ビリジャーの放送ということで、はい、今日はこの放送がしばらくない間に、我々はカリジアンから正式にビリジアンにもなったんですね。Yes! まずそこからですよ。Yes! ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。6月1日ですよ。はい。J ランドでのイベントで僕たちは、カリジアンを卒業して、晴れてこの4人でビリジアンとして正式に活動を始めました。っていうことです。2回言っちゃったね、同じ。いや、もちろん。次の日はね、ウィングベイオタルさんでも、はい、イベントやらせていただいて。そうです。うん、あの、ネイチャーチャンバーっていう、イベントスペースなんですけど、ネイチャーチャンバー、ネイチャンバーちゃんじゃないの？ネイチャンバーちゃんでしょ？でもね、そう、ネイチャーチャンバーっていう名前っていうのを聞いて、うん、こうちゃんがネイチャンバーちゃんっていう、おかしいよ。そう、ネイチャンバーちゃんだったもんね。いた？ネイチャンバーちゃん。いましたね。いたんだ。来てたらしいね。でもバーちゃんが誰なんだよ。いましたね。お、すげえ。チャットの方ももはや、はい、そうですね、早いですな。チャットにも参加していただけますので、今日はリアルタイムで、皆さんと交流していこうかなと思います。イエーイ。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、いいですね。たくさん入っていただいてますね。はい。ありがとうございます。なるほど。さて、今日の隔週ビリジャーなんですけれども、今週もテーマが決まっております。はい、もうちょっと、ね、早めにテーマから発表していきたいと思います。はい、今週のテーマは、隔週ビリジャーでやる企画についてということです。はい、まあ、前回放送した時もそうなんですけど、うん、まあ、このパソコンの前の皆さんからもですね、企画を募集してまして、うん、でこっち側ですね、我々も、企画を持ってくると。で今日はプレゼンテーションを、30分間、約30分間お送りしていこうということでございます。はい、ね、はい、みんなで考えた中からできたらいいよね。まあ、そうですね、うん、また皆さんから事前に募集したメッセージにもたくさん企画を寄せていただきまして、わ、これもうね、本当に読み切れないぐらいたくさん。じゃあ読まないとく？いや、読んだ方がいい。読んだ方がいい。読んだ方がいい。そこは読んだ方がいい。読むだろうよ。なんでためにもらったんだろう、企画を。せっかくもらったのに。たくさんあるって言うから、忙しいかな。この中でもいくつか、チョイスして紹介させていただきたいなと思います。それは後ほど。はい、それでは先にですね、この、ビリジャンのメンバーで、お、はい、先にプレゼンテーションを開始していきたいなというふうに思います。Yes. トップバッターは、じゃあ、こうちゃん。僕、はい、もちろんたくさん考えてきたわけだよね。そうですね。はい、つまり、僕が考える企画は、じゃん。もうちょっと上にしてあげるとね、じゃん、いいかな。クイズです。あんな。クイズ？クイズです、ね。クイズ？はい。一個だけ？はい。いやでもこのクイズがすげえんだって。まあそう、クイズの内容が、うんうん、まず岡田くんがいつもクイズを考えてきてくれて、それで楽したいね。どうなってかよ。それで、あの、みんなで回答して。うん、で、負けた人は罰ゲーム、うん、結局俺のコーナーでしょ。自分したいとか考えないよ。岡田くんめんどくさいだけだよ。そうそう、俺が毎回頭を悩ませないといけない。罰ゲームすげえかもしれなくね。あ、そうか、罰ゲームが、うん、伊達自体村で肝試し、うん、エゾスタイル エゾさん見てるね。そうだよ、見てるね。影響されすぎだろ、先輩に。じゃあ坊主
いや、坊主、負けた人は坊主。いきなり、一回の重み。ね、でも、ケンジの坊主なんて見たいんじゃない？みんな、ね、視聴者の皆さんは。いや、じゃあ中学校の時の写真持ってくる。そんなになりたくない。一回ぐらい坊主にしたから。今の坊主。今の25歳のね。若い時はいいの。関係ない。今のね。クイズ。そうですね。いいね。僕からは以上です。採用。いや、採用しないよ。全力で阻止するよ、そんなもの。なるほどね。クイズ。はい、まあ、こちゃらしい。うん、じゃあ、これ多分言う言葉出てこないよ、君。じゃあ、僕はね。はい。ケンジ君は罰ゲームは痛いこと聞き〇〇大会。おー、聞き〇〇？あのね、はい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 、うん、深夜であるじゃない、うん、うん、何つかだっけ、何つかだっけ、ガキつかガキつかのね、例えばポテトチップスをバーって並べて、うんうんうん、あの最初にお題のポテチを食べて、はい、全部食べてって私が選んだのはこれですみたいな、うん、で終わった、うん、で、まあ、うん、みんなやってって、はいはい、ダメだったら痛いことで罰ゲーム。何キック？ハイキック。社長からの。社長からのハイキックじゃなくなっちゃう。そんな感じでね、まあ、ポテチじゃなくても、まあ、いろんなものでバリエーションがね、そうだね、聞きますから。いいね。面白そう。さ、採用。それテレビで採用されてるから。え、もうこれすごくない？やっぱでもちょっとね、面白そうですよね。ね、やってみたいな。一個ずつやっていけばいいでしょ。なんかやっぱり見ててさ、うん、意外といけんじゃんみたいな。うんうんうん。って思うじゃん。こっち側としては見る側としては。やってみたいっていうのが一番かな。あー、なるほど。なるほどね、聞きまるまる大会、聞きまるまる大会、確かに面白そう、ポテチじゃなくてもいいもんね、ポテチじゃなくて、太っちゃうからさ後ろはね、気にしてダイエットしてるからいい、うん、待ってて、じゃあ次は和代、和代くん行きますか、どうぞ、じゃあ行きます、渾身の企画、へい、でねん、見えてるかな、僕帰れまってん、イエイス、イエス、どういう感じなの、これね、これは人、うんと二人一組に分かれて、うん、遠く、どっか遠くに降ろされて、お金も一銭も持たない状態で帰ってこよっていう。ヒッチハイクとかだね。帰れまてん。そう。本当に帰れまてんってやつ。銃関係ない。銃がやって。やばいやばいっていう。夜ぐらいに。みんなの力を借りてなんとか帰ってくるみたいな。お泊まり回り。ビデオ回しながらね。そう、ビデオ回したら意外とみんな乗せてくるんじゃない？でも確かに、ね。可能性はね。うん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 。江戸さんの後輩ですけどつって。ね、みんなそうだけどね、うん、エゾさんに頼るのやめよう。何でもね、そう、みんな大好きすぎるよ。K さんって知ってる？って。よく話す、よく話す。これはずるい。隔週ミリージャーじゃなくて、もうほとんどエゾさんの番組になってるから、それエゾさんの PR のための番組だから。ダメだね。うん、ダメだね。実力で書いてきたよね。これダメだね。いや、でも、これはかなり斬新だと思う。本当に、うん、意外。じゃあ採用。早い。岡田くんは？僕ですか？僕はいくつか考えてきました。ザザン。多いな。読み取れるかなこれ。ほら、細かいから。半分ずついった方がいいんだよ。カメラマンさんが、なんだよってちっちゃい声で言いましたね。細かいんだもんだって。そうですね。見づらいですね。でも読んでって、読んでて。はい。ビリジアン、道内アンギャ、こうちゃん、はつらつ計画。お、気になるの来た。わらしべ長者企画、愛されグランプリ、もしもグランプリ、ヘタレグランプリ、ミステリーハンター、ナルシストグランプリ、なんでも CM グランプリ、オリジナル PV グランプリ、それから、次の競技に行きますよ、はい、11個目ですね、はい、お宝拝見、宝探しの旅、ビビリアン、ビリジアン男らしい対決、千里眼、企画を作ろう、3年ビリ組、まるまる先生、女装グランプリ、岡田アナウンサー試験を受ける。勝手にやれ。はい、という企画をしています。すごい、もう18個考えている。いや、俺こうちゃん元気ハツラツみたいなの気になったんだけど。こうちゃんハツラツ計画。うん、あ、そう。どんな感じで？あの、これはもうあのこうちゃんにとにかくあのまず朝一から始まる企画なんですけど、うんうん、朝にまずそのすっぽん鍋とかそういう元気の。すっぽん鍋と栄養ドリンク飲んでもらって、うん、そこからスタートですよ。うん、なんならお酒もあるよ。うん、
うお、ハブ臭みたいな。あ、そうそう、元気が出るよ、ね、そう、陽明臭とかも全部飲んでもらって、そこから1日そうアクティブに過ごそうっていう。俺ら何すんの？俺ら何すんの？いや、僕たちがそのこうちゃんをアクティブにするために外に連れ出すわけです。ああ、やだよやだよって言っても。インドアなこうちゃんをアウトドア派にさせるわけです、ね。そう、ドラえもんしか見て育ってきてないこうちゃんをアウトドア派にするっていう。いいね。いいそれ。いいね。いいね。ね。ぜひ。ほら、そんだって。みんな見たことないこうちゃんが見れるわけですよ。確かに、ね、目ギラッギラしてんだろうね、ハブシとか飲むから、しばしった目でギラギラ騒ぐこうちゃんが見れるわけですよ。ギラ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 してギラギラしてるよね、獲物を狙うような。でももう顔もやっぱ血の巡りいいからチーク塗ったみたいになるわけですよ。いいじゃん、すごくいいと思う。いいね、面白そう。これがこうちゃん初らつけ、うん、あと何やったっけ、あと何やったっけ、いろいろありますよ。僕も18個、言えない人に言えないような企画も含めて僕20個ぐらい考えてますから。なんかあれだね、人に言えない言えないやつをグランプリばっかだよね。まあ一応対決企画っていうのがやっぱり見てる方も構図として分かりやすいかなと思って、うん、これ惜しいね、グランプリこっちに書くべきだったよね。いやいやいや、これはもうね、う思い出した順番で。ちなみにビビリアンっていうのは、ビビリアンはもう単純、これはもう怖い話とか肝試しとかね、そういうことです。これこうちゃんがダメなやつだ、ね、こうちゃんダメなやつだね。そう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 、あの聞くのはいいけど喋、うん、れないから、うん、聞くのはいい。もう完全にみんなが聞かせてくれるならいい。怖い話、うん、ちょっとそれもハツラツに入ってない、大丈夫。大丈夫、ハツラツとするじゃん、それ。なんでハツラツ企画になっちゃった。でもあ、これやりたくない、わらしべ。わらしべ著者はこれはもうパクリやな。エゾさんもやってましたからね。いやでも、うん、エゾさんの場合はさ、あれちゃんとすげえから募金じゃん、うん、これ前マネ、マイマーネに。そうそう、マイマーネに。悪い。そう。悪いやつ。いいじゃん。なんなら冷蔵庫ぐらいもらってうちに置きたいっていう願望もあって。それは岡田君の勝手なあれだから、18番も、18番も勝手にやれって話なの、これ。岡田アナウンサー試験を受ける。とりあえずやってみようっていう。そう。受かったら、どうすんの？え、就職しますよ。え、ってことは？ビリジアンを？脱退？いや、早い早い早い。ちょっと待って、本当に考え直さない？いや、それはちょっと待って、嘘だよ、嘘。こういうのもあってもいいかなって。いや、いいね。でも受けてみてほしい。ちょっとやってみたいなと。ね、それから、まあ、岡田くん何気になる？僕気になる。自分でこれ一押しみたいな。いやでも一番はこの、うん、一番みたいなビリジアの道内アンギャですよ。あ、なんか前回の放送で言ってたやつだね。そうそう言ってました。うん、なんならもう CD を手売りで売りさばいてで、うん、旅の資金にしてもいいぐらい。の、うん、これぐらいです。そういうルール。いいね、まあ細かく後々決めていきましょう。岡田くん野宿も行けちゃうもんね。行けます行けます。虫も行けるから。岡田一人帰れまってんでいいんじゃない？一人帰れまってんではダメだよ。VTR 回して。ちょっと怖いホラー映画みたいな状態になってる。一人ぐらいいないと心強くない。俺行って車で行って岡田くん置いて俺だけ車で帰って家で寝てまた岡田くん取りに行く。取りに行くってどういう物みたいな。映像ね。映像。朝いっぱいついててこの日。ケンジ君泣きそう、辛かったよ。ちょっと汚いからトランクに。え、ちなみに千里眼っていうのは？千里眼はもうその道行く人のそのプロフィールを当てるっていうゲームです。え、面白そうそれ。もう見抜く、どれだけその千里眼並みに人のその素性を見抜けるかっていう。例えば年とか仕事何やってるとか。血液型とか。性別とか。なんなら年収とかも当てちゃっていいぐらいですよ。トランプちょっときつい。俺はもう千里眼。全部千里眼ね。そう。どうよ。いや、やりたい。うん。なんかこう飛び出していきたいこの場所から。ここからこの場所、うん、本当にフライアウェイした。使ってきた。本当ね、ナチュラルに使うよね。いや、あんたも使ってる。ちなみに、ビリジアンのね、はい、CD がね、ナチュラルとね、フライアウェイっていうことでね、今ボケてくれたんですけどね。ちゃんと、改めてちゃんとチャットの方もね、はい、ありがとうございます。はい。はい、グランプリ多い、ゆりすけさん。そうですね、やっぱ対決がね、どうしても。ガラクスさん、はい、あ、アキラさん。アキラさん。どんなコーチャー見れる？ビビリアンやって。お。ゆりすけさん、女装グランプリ希望。おお、やっぱり、うん、みんなちょっとね、見てみたいんじゃないですか。このままじゃでも岡田の企画決まっちゃうね。ね、完全に僕発信の企画になっちゃいます。いいのかい？まあ、女装は決定じゃない？え？いや、したがってたもん、ね。それ前ちらっとそういう話したとき、したがってたもん、こうちゃん。ね、ちょっととりあえず先生ね、ちょっとね、やりたがってますからね。やりたいですね、女装は。でもちょっとまあ、うん、この二人がさ、結構変わると思うんだよね。いや、うん、まあ、良くも悪くもね、良くも悪くもどっちに転ぶかは分かんないですよ、うん、メイクの腕次第ってそうだね、完全にこの髪型でやったら和田アキ子みたいになる。今真似しようとしたけどハーって出なかった声。最悪。まあやってみたいね、女性もね。そうですね、うん、ちょっとそういうのもね、斬新で面白いかもしれない、うん、新たなビリジアンが開けるかもしれませんね、うん、道が。さて、じゃあ先に、皆さんからいただいたメッセージも紹介していきたいと思います、はい、たくさんいただきました。ありがとうございます。
まずはこの方ですね、ハンドルネームミカチュウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ビリジアンの皆さん、こんばんは。こんばんは。カリジアン卒業ライブ小樽イベントお疲れ様でした。ありがとうございます。両方バッチリ見に行きました。やっぱり歌って踊る皆さんはキラキラしていて素敵でした。元気出ました。ありがとうございます。こちらこそ。各週ビリジアンでやってほしいこと、たくさん書いてくれてますが、その中でもキュンとするセリフどうですか。うわー、剣10名設定。いやーもう絶対ロマンチストだよね、うん、大型はロマンチストは認めるけど、うん、あの言葉はあまり見つかんないよね。そこがまたかっこいいんでしょ。仕草とかもやるんでしょ多分。そう、全部込みのあれ一つのせいね。その振り、その振り、ちょっとね、今やってって言おうと思ったけど、後で怒られたら怖いからやめとくね、俺。ちょっとビビっちゃった。それからですね、はい、例えば、ビジアンとツアーとかもやってるし、うんうん、これは、各種関係ないやつに関係なくですね、うん、普通の願望としてやってほしい。いいね。それから、ビジアンと居酒屋。うん、これも関係ないね。ね、酔っ払ったこうちゃん見たい。行きましょう、ぜひ。2人で行っといでよ。行っとこうよ。2人で。2人で。ビジアンに行こうよ。確かに酔っ払ったこうちゃんはね、はるかに違うからね。今のね。いや、ほんと心の扉がね、開くんだよね。すごい勢いで開きますよね、飲んだらね。ずーっと閉じてるから、やっぱ。そう。普段から。ちょっぴり。セコもかけてんだもんね、うっそ。唯一飲んだら開くんだよね。アルコール入ってたら、バーンって開くから。すごいんだよ。さあ、続いてのメッセージ紹介しましょう。どうもありがとうございました、ミカチュウさん。ありがとうございます。続いてハンドルネーム、ゆうきさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンジ、カズ、コウちゃん、岡田くん、こんばんは。こんばんは。テーマ外の話ですが、明日7日は中学校の体育祭です。ほうほうほう。緊張します。最近ではいろんなことで緊張しすぎて具合悪いです。まあ、頑張っていきます。頑張ってください。はい。あと、カズくん、リーダーおめでとう。わ、ありがとう。やった。あさってのイオン岩見沢のイベントにも行きます。エゾさんは CD 発売するの分かっているのですが、ビリジアンって CD 発売するんですか。します。え適当なこと言ってんじゃないよ。適当なこと言っちゃった。ねえ、発売しないよ、ね、でもね、やっぱ早い段階で、うん、発売したいよね。そうですよ、せっかくですもん。ねえ、岡田君も自分の声入ってる CD 欲しいよね。あんまり欲しくないな、僕。でもアナウンサーになりたいんでしょ。アナウンサー、まあ、3回CD 歌ってるしてるけど、そもそも。4曲目ぐらいに言うとこ、岡田漫談隠しトラックとして、いいんじゃない。最後の聞いたら聞ける。落語、落語。欲しくないでしょ、みんな。俺欲しいけどな。本当に2時間ぐらい撮りますよ、それ。ゆきさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。それからハンドルネーム、エッチなくるみちゃん、今週もありがとうございます。ありがとうございます。毎週毎週。毎週ケンジ君、カズ君、ナオキ君、コウちゃん、こんばんみー。こんばんみー。ビリジアンとしての再スタート、第2章の始まりですね。復活おめでとうございます。うん、6月1日を、ビリジアンと同じ思いでライブを楽しみにしてました。改めてビリジアンに対する思いが強くなり、これからもずっと見守っていくよ。ジアンのため、頑張って応援するよ。うい。ね、もちろんケンジ君への愛は永遠だからね、大好きだよ、これからもよろしくね。流したね。流したね。熱烈すぎてもう流した、ね、恥ずかしいんだもん。メッセージテーマ、企画。おい、はい。ここもね、すごいいっぱい書いてくれてますね、これね。じゃあいくつか紹介していきましょう。例えばカラオケ対決。お、これもカラオケの得点機能を使って得点で争う、まあ、カラオケ対決。噛んでほしい ね, ね。それから、グルメやお店の紹介や情報を伝えるロケ。これやりたいですね。それから、ビリジアンのレッスン、プライベートを撮影して放送する。これもいいですね。結構そのビリジアンの、普段のライブの後の裏側とかそういったところを各週で見せてくれ。見せたくない。え？そういうところは。コウさん、先生 NG ですか？喋んないもんだった。別に俺。先生、喋らないよ。先生、一言ぐらいお願いします。一言は喋るけど。うん、それ以外は喋らなくなっちゃうから。ダメなんです、先生 NG なんです。テレビ用に一言喋るだけで、ね、舞台裏は NG、 舞台裏は NG なんです。暗いよ、だってうちの先生ダメって言ってるからもうダメだよ。いや、なんなら岡田くんも暗いから、ね、暗いでしょ、喋んないでしょ。それ言っちゃうの、クエンジ。そんな爆弾投下する。まあ、その姿が見たいならいいけど。そんな、多分だって言ったところでイメージは湧かないでしょ、みんな。まあ、湧かんないでしょうね、きっとね。俺もびっくりしたもんだって。いや、俺もびっくりした。そんなにオフってこういうことと思った。オンオフがね、ほんとに。すごいのか、ほんとに。まあね、いや、喋り出したらまた喋るんだけどね、普段でも。そうそう、ほっとかれると思う。その時はオンだよ、それはもう。喋、ね、り出したらオンだからね。そうだね。誰か人と関わってる時がオンですからね。確かに。そう。まあ、ビリジアンの裏側は、先生がね、伊藤先生 NG ということなので。うん。はい。すいません。
しばらくね、ちょっと僕も説得を続けてみたいと思います。またね、ライブなんかも配信していけるといいですね、ビジュアルのライブも。ああ、いいな。ね、そうだね、生にこだわらず。そう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 。うんね、イベントの時の映像とかもそうですし ね、 そうだね、うん、でも本当にね、僕ね、あれやりたいの、オリジナル PV グランプリやりたい。どういうこと？いや、それこそその、うん、ナチュラルとかフライアウェイの PV を各々のプロデュースで作る。それ一人だけ出るってこと？いやいや、それはもうそれぞれが一人一個ずつ考えるわけですよ、映像の。あ、企画を考えて4本撮るってこと？そう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 、もう自分を主役にした PV でもいいし、それからみんなを使った PV でもいいし、うん、そこはもう各々の発想。じゃあもう自分ばっか映ってさ、ポン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 って出すだけでもいいの？あ、もちろんそれでもいいです。全員。それもその人じゃオリジナル PV だもん。いいね。4パターンの PV が楽しめる。それいいな。映像とかにこだわらず、まずその企画的なものをね、そうそうそう。どう先生？やってみた。面白そうです。あ、先生が OK 出ました。先生から OK 出ました。非常に面白そうですね、それは。いいね。いや俺ね、今ちょっとどんどん書いていこうと思ったんだけどね、もう岡田くんのそっちがね、ええ、気になって気になって書けなくなっちゃったもん、本当に。ペンいらない。もういやいやいや、ダメですよ、ダメですよ。捨てた。捨てました、捨てた。でもだってたくさん書いてくれてるしさ、ええ、すごいね。うん、ねほら、あきらさん、こうちゃんの女装かわいいだろうな、とか言ってますね。ちょ今してきたら、今たいちょっとはけて。最近は、ほら、PV も見たいという声ありますから、ほら。うん。ねうん、ほら、いいじゃん。いいと思う。いい話ですけど。いいじゃないのよ。ヘタレグランプリって何？ヘタレグランプリはもうヘタレ度、まあビビリアンみたいなもんなんですけどね。どんなこと？例えば。まあ怖い話だったりとか、あとはこう何かドッキリを仕掛けるとか。なあ。それでその様子を見て誰が一番ヘタレなのかというところをこう探っていく。いいね。そういう企画なの。ドッキリやりたいね。ドッキリはやりたいですよね。いつ誰がどこで仕掛けられるのか分かんないぐらい。そうそうそう。それさ、仲悪くなんないかな。いや、ね、大丈夫。そう。そこはもう仕事としてだよ。割り切ってくれる？割り切ってくれる？大成功の看板を見たらもうこれで、あ、そういうことか。もう全然俺ボクシンググローブつけられて殴られるぐらいだと全然。本当ですか？笑って済ませれるから。本当に。聞いた？聞きました。Okay。メモっときましょう、皆さん、ね。ドッキリじゃなくやってみよう。ね、かなりこう、リアリ、カメラ回しててるね。せめて。恐ろしい、ね。ドッキリは反対。あら。先生 NG。先生 NG 多いな。ダメですね。気づかないところにカメラがあったりするわけですよね。ありますよね。ダメだね。ずーっと俺悪口言うから行きたいそんな爆弾いいんですか、こんなところで。ずっと悪口を言ってるから、それは取られたら困る。そうだね。そうだね。普段のコーチャーは見せれないね。いそこまで言わないでしょ、人の悪口、コーチャーは普段。岡田くんの方が言うかな。え僕ですか悪口しようとしてる。ずっと悪口言い合ってるようなね。うちはコーチャー感じになっちゃうから。悪それはね、仲悪くなっちゃうから、ほんとに。じゃあやめよう。誤解を見るよ、それはもう。仲悪くなっちゃうって、俺らの悪口言ってんの？いやいや、そうでしょ。仲間内でも、その他でも、全部の悪口をずーっと言ってる。怖くなってきたよ。本人に伝わらないところで、うん、ちゃんと言ってる。それ一番ダメなやつよ。みんなに言ってたら絶対繋がるからね。しかもそのさ、みんなの知らないところでちゃんと言ってるって言ったけど、ちゃんとじゃないからね、それ。ダメだよ。まあでもね、うちの先生それでストレス発散してるからね。まあ確かに。発散どころがないからね。いや、許して。どんだけ性格暗いんだよ。だからやっぱ早急にハツラツやった方がいいと思うんだよね。確かに。改善させないといけないよ、これは。もうすっぽん鍋から始まる朝ですよ。いいね。もう伊藤先生の家行ってですよ、ピンポンで何言って起きてきたところにもすっぽんなる。いや、うちは NG。止めよ、誰かんち止めよ、先生のこと。うちでいいよ、じゃあもう。でもケンジンちのお母さんの手料理食ったら多分もうハツラツだよ、ね、気にはなってる気になっちゃうでしょ気になってる本当にすごいんだからこうちゃん一回カレー食べたよねいや俺食べてないの食べれてないんだよ、ね、あ帰ったのか帰っちゃったから仕事でそうでもカズのブログとかでいつも、うん、飯うまくておかわりしちゃったとかいや本当にね外食じゃない外食よりもっとすごいそう手料理が食べたら俺も外食より家庭の味的な家庭の味に飢えてますからすげえのすげえのさぜひぜひどうぞ今日行こう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 遊ぶ約束を各所切りなんだけど企画企画何でも企画って今すぐ思ってる節があるから家でご飯食べるってそうそうそうあお母さんの手料理をどれだけうまく褒められるかっていうグランプリあるかもしれないですか
まあ、それあるじゃん。お母さんのテンションがどれだけ上がるか。そう、ケンジのお母さんを太鼓持ち、太鼓元。で、みんな帰った後でケンジ君にお母さんが誰について褒めるかっていう。ああ、そうだね、あの子いいね。俺不利じゃない？あ、いや、でも、いいんじゃないですか。本当に？うん、いける？誰の言葉が一番こう、あ心に来たかみたいな。でも人のお母さんを使うって嫌ですね、なんかね。申し訳ない。でもうちの母ちゃん出るってことでしょ。あ、そうだ。そうだね。いいじゃない。そっくりだからね。確かに似てますね。おめかししたケンジだよ。人の母ちゃんのことおめかしって言う。いやでも本当ね、優しい、ね、温かい家庭なのさ、うらやましいわ。すごく優しいお母さんですもんね、ケンジ君のお母さんね。もう褒める対決始まってるんですか。うちの母ちゃんの話になっちゃったでしょ、ね、最初に。チャットの方では企画は、チャットの方でも企画もお待ちしておりますので、ナッシン、あーなるほど。おゆるすけさん、絵心ありなし対決どう。あーこれね、前回言って、そう、ケンジ君も言ってました、うん、ね、そう、動物園とか行ってこう、うん、ガバンっていうの、そう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 、首にかけて、あー、まあ懐かしい、懐かしいな、黄色いやつだ俺。に書いて、誰が一番、そうだね、上手か、うん、いいかな、上手か、ねえ、いいかもね。アキラさん、裏のビリジアン見れるじゃん、楽しそう。おー、でも先生の NG 入っちゃってるからダメなんですね。先生ね、ちょっとね。リンゴさん、コウちゃんに会いたいよ。ほら、ありがとう、俺も会いたいよ。表だね。これ表だね。表見えたね、今もう読みた。なんだよそれ。ラブラブしやがって。だから岡田くんにも書いてあげて、岡田くん会いたいよ。そのね、かわいそうみたいな感じ。でもアナウンサー姿はチャットで湧くはずだったのにね。うん、みんなそうでもない。アナウンサーみたい、アナウンサーみたいってなるはずだったね。ね、いや、ただのそんな社会人ですかね、これね。初みたいな感じ。サラリーマン。サラリーマン、仕事帰りがもう。新卒ですよ、もう。社会見学、社会見学。あ、でも社会科見学とかも行きたいですね。あ、いいね。西山製麺行きたい。行きたい。何それ。え、あのラーメン屋さん。ラーメン屋さんじゃん。ねえ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 。麺に製麺。工場工場工場。行かなかった、小学校の時。行った行った。遠足みたいな感じで。覚えてない。あの下敷きもらえたよね。西山か丸ちゃんかで分かる。分かんない。俺怪我してたんじゃない。あ、また俺怪我してる可能性あるよ。まあ、でもあとは札幌にもコカ・コーラの会社とかもありますからね。うーん、あとビール工場とか行きたい、ね、あさ、あの電気系のやつなかった、なんだっけ、泊まりん、なんだっけ、泊まりんか、なんかそんな感じじゃなかったっけ。エコリン村、違う、エコリン村。エコリン村、個人的に行きたいところ、ね、行きたいですね。そう、でもいろんなところ見学して回りたいですね、うん、いやね、話せば膨らんじゃうね、ね、企画というものは、ね、結局決まらずじまいっていう。まあでもこっからね、俺らで選んでこう、そうそうそう、やってけたらね。そう、まあ、またいでもいいんじゃない？おいや、ごめんなさい、来週もこの企画をやるの。はい、うん、まあ、ただ今回出た中からもしかしたら今後の参考になる企画はあるかもしれない、うん、もう皆さんからいただいメッセージでいただいた企画も、これがもうプロトタイプとなってですよ、これ我々が磨いてですよ、企画としてなんか自分で出しましたみたいな顔してプロってやるかもしれない。いや確かにね、プロトタイプね。俺もね、今プロトタイプってなんだろうと思う。あの試作型ね。試作型を磨くとね。その原型をね、はい、いただいてね。そう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 。こっそりいただいて。そうです。我らが出したみたいな。あたかも。あたかもね。自分の手柄のようにね。それがビリジェンです。ビリスケさん、ありがとう。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、そろそろ、あ、もう28分ですね。早いな。早いですね。早い、またマジで早い。ね、びっくりしちゃいます。本当に最近、ただ喋ってるだけだよね。確かにね。そろそろ本当にライブはやりたいので、うん、でもそうだ、ね、また企画の話とは別になってきちゃうけど、うんうん、お届けしていきたい。ここでライブ情報をね。はい、ありますんで、週末のイベント情報ございます。それでは、こうちゃんからどうぞ。俺から？はい。ドン！はい。ライブプロ。ライブプロミュージックステージ、in 岩見沢、イオン。オープニングアクトで出ます、はい、14時からと17時からになっているので、はい、皆さんぜひお越しくださいませ。これ珍しいですよね。2時からと午後2時からと午後5時から、うん、2回、うん、2部制ですわ。2時ありますか。珍しいんじゃないですか、ね、いやでも、あ、そうだ ね、ここ最近で考えると、そうだね、初だね、2部制が。僕は初ですね、うん、どう、今までは結構あったよ。ありましたか、うん、だから僕はどういうテンションでやっていけばいいんだろうと思って、うん、一部で大体いつも使い果たしてる。じゃあ半分出そう。半分ずつ出せばいい、うん、終わり5割で、
終わりは聞いてないか。いや、2曲、2曲で。ダメでしょ、15出る以上、その10割、10割じゃダメでしょ、そのやる側として。そうだね。うん、頑張っていくかな。ほんのちょびっとだからね、でも。そうね、15分だから、ね。うん。それでもね。はい。それでもね、頑張っていきたいね。それでもね、見てもらいたいよね、っていう。そうですね。いただきたいです。まあ、BGR の活動も6月1日から新たに再開になりまして、この4人で。で、これからもどんどんとね、曲数も増やして、皆さんにとって見応えのあるステージやっていけたらと思います。頑張っていきましょうね。はい。はい、ということで、今日もですね、もうそろそろお別れの時間ということでございます。次回は、6月の20日になるんでしょうか。何日20日ですね、合ってますよね、はい、6月の20日、再来週ですね、はいはい、また木曜日午後8時からテーマは決まってないけど、はい、そうですね、ライブやろ、ライブやります、唐突事務所使ったライブとかってありなんですか。 OK が出ました、なるほど、あ、なるほど、いいんですか、あ、わかりました、じゃあ来ました、じゃあライブやろうよ、みんな決定でいいけど、じゃあ来週の8時に集合してもらうと、はい、来れる人は、来れる人はじゃねえよ全員、いや、何、お客さんが、お客さんも別に来たっていいでしょ、ではい、その辺はまたライブは確定ということでございます、うん、詳細についてはですね、おのおののブログの方で報告があるかと思いますので、はい、ぜひチェックしてください、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、お別れの時間でございます、次回は6月20日の木曜日でございます。どうぞ6月20日の木曜日もお付き合いください。それではお別れでございます。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございます。さようなら、バイバイ、バイバイ。